初めましてじゃないでしょ。初めましてじゃないです。全然違うでしょ。超久しぶりですね。超久しぶり。レオンがまだ二十歳になる前にラブ、そうですね、入れてくださいみたいな。それこそ高校生ラップ選手権の時に一番最初だったの、ね、俺ライブで多分で超絶って。あの時にアクロさんに、お前いけるよって言われて、え、俺いけんのみたいな、じゃあ俺絶対いけるじゃんって言って勝ってたっす、そしたらやばい、はい、そう、今の取っといてくれ。熱い、すごい、俺そんな言ったの、言ってたね、言ってたっす。優勝したよな、それ。そうです、優勝したっす。けどそれを言うと、沢上さんが怒るよ。俺の方がアドバイスしたな。バックスは持ってるって今から、あ、おはようございます。おはようございます。飲んでないの？飲んでないの？昨日配分です。あ、もう昨日出だしから、マックスは朝が弱い、朝が弱いトークで。6人日本人？日本人でした。テルコイルだろ。絶対いるっすね。テル絶対使ってもらってって感じです。何の話？来世に残す話です。うるせえ。うるせえ。うるせえ。全然平気じゃん、朝。いやいや、そんなことないです。全然平気じゃないですか。もうスイッチ入ったら。何年時かけてくる。酒飲んでないの？酒飲んでないです。全く。全然飲んでないです。普段飲まないんだ、僕。あんだけ現場で飲んでりゃそりゃ普段いらねえだろってぐらい。普段飲む？飲まないっすね。そう、家とかでは飲まないっす。よく比べだけで、うん、居酒屋とかなんか絶対行かないっす。今までだってそういうさ、ほら先輩に連れられてみたいにないの？いや、あるっすけど、そんな居酒屋とかはないんだ、やっぱりっす。クラブで先輩に会って潰されて終わるっていう。え、もうライブ、そっか、したらもう朝まで遊んじゃう、絶対。基本的には行っちゃうっすね。そのクラブに0か100なんですよ。行かないなら行かない。行くならもう、最後行ったろうぜ。0か100。いや、基本遊んでるっすね。ライブ終わったら、ね。この間バックスひどかったな。ゴールデンウィークのハーレム、周年でゲストライブできて、音5時半にも完全に止まってんのに7時半までいたから。2時間無音でただただバックスとみんなでわちゃわちゃ帰れなくなるっすよね、やっぱ。あの居酒屋ハーレムの始まり。あれが楽しいです。みんな楽しそうだから。あれマジ楽しい。おしゃべり楽じゃん。楽。声張らなくていいからさ、ちゃんとしゃべれるし、普通にみんなダラダラしゃべってんじゃん。爆音明けの。そう。この間はハーレムおめでとうの飲みだったからあれだけど、あ、そうですね。今週末はさ、バックスアルバムリリースおめでとうだからさ、的だからね。早く終わるかもしれない。自分のプレイまで飲まないですか？飲んでるっすか？飲まないことの方が多いね。あ、そうなんですか。じゃあ結構シラフでやってるっすね。あのね、ハーレムは2回自分の出番があるから、1回目終わるまではまず飲まなくて、はいはいはい、2回目はだいたいそのもう終わりかけ4時とかだから、もうちょっと飲んでるけど、はいはいはい、でもそんなにあの酔っ払うまで飲まないから、本格的に飲むのは5時半からだよね。最悪、終わってるんすかね、それは。終わってるんだよ。空のだからどっか行くってことですよね。いやいや、ハーレムで。ハーレムで。全部ハーレムで。最初はですね。でもみんないなくて、お客さんはもういなくて、身内と、まあ友達、あとはそのビジョンとかから流れてくる、よその箱の演者たちが、はいはいはい、そうなんすか、そういうことなんだ。要は他のとこはさ、5時で音止まっちゃってるからさ、ちゃんと終わってんの。だけどみんな飲み足りないからっつって、無音の状態のハーレムでさ、流れてくる。そんな文化ある。振り子にかけられた、残りカスみたいなやつ。精鋭たちが。精鋭だよ、精鋭。精鋭。すげえ、高い人たちが。結構ヘッズが普通にそこにいたら、感動するかもっていうぐらい。集まってくる。でもちょっとしたフェスぐらいのメンバー、確かに。集まるときあるからね。朝方ハーレムはそうっすね。お互いの印象。レオンから、まずその、まあ、アクロ先輩と。かわいそうやね。そうですね。なんだけど、印象って難しいじゃん。いや、アクロさんもう一瞬でいいよ。あの、もう
高校生、あ、中学3年生の日本語ラップで初めて食らった人です、アキラさん。俺ラップ始めようと思ったアキラさんって聞いてる。そうなの、やばいです。そうなんです、あのバンさんのアルバムのブロークンランゲージ。そうです、アキラさんフューチャリング入ってたやつで、あの超かっこよくて俺もラップやってみようと思ったんです、その時。それ中学生？本当です、本当です、中3です。これまさかの、これマジです、すごいな、それはこれ以上ない話です。もういきなりいきなり出てくるし、このあとバックスのさ順番にやるやつやりづらくなる。バックスさんはそうですね、初めて会ったのラックス、くんでしょ、くんでしょラックスくん、バックスくん、ごめんなさいごめんなさい、バックスくんは最初会ったのラップスターですよね。ラップスター、そうだね、そうですね、あの会場ではね、そうですね、先に優勝したんだよね。そうだよね。で、僕がライブで入って、でそれでバックス君が、あ、あの時が初めて、優勝したところも、要は前年、要は前年チャンピオンで、そうっす、ゲストライブでね、そうっす、の裏でなんかちょっとすれ違ったぐらい、そうです、そうです、チャンピオン同士が、そう、それで、いやもう、あ、これもう絶対バックス君の勝ちだみたいな、もう超やべえなと思って、でそれであのバックス君があの挨拶してくれたんですよね。でちょっと飲もうってなって、でもうその日もパーティーして、あっ、記憶あっ、優勝した日、そうです、そうです、そこから行って、ハーレム行って、でパーティーして初めてだった。俺はね、あのラップスター誕生、あの要はシーズン1っていうの、そのアクロたちが審査員やる前のところはさ、あの決勝のそのライブのさ DJ やつさ、だからみんなあのほらその本番前のスタジオリハからさ、はい、あってさ、その時にさ俺はあの、ね、はい、スタッフさんに優勝予想を強制的にさせられる、はじめさんは今回誰が勝つと思いますかって、はい、俺全部当ててるから。え、マジですか、すごいですね、もうリハでもう一撃で分かるから。あ、リハ怖かったな俺その時の、はじめさん。いやいや絶対ないでしょ。いやいや怖かったよ、あれは怖かった。なんでだ、あれ緊張しますよね。ああいう時は俺もほらさ、そのあくまでさ、ラッパーがやりたいようにやるっていうのに徹底しなきゃいけないわけ。うん、そうですね。言いやすい空気もね、我ながら作ってるつもりなんだよ。はいはい。何だとも何でも言ってください、それでやりますんでっていう空気を一応出してはいるのよ。あ、そうなんですね。もうすごいピリついた感じが、ピリついた感じでした。あれ逆だからさ、こっちはさ、音出しミスれないのもあるけど、みんなラッパーの子たちがさ、要はもうあれで優勝するか2位になるかでさ、全然違うじゃん。だからこうスタッフさんも含め、すっごい真剣に取り組んでる、全員が。だからそのラッパー演者さんたちのあの空気がそのスタジオに残ってる。そうさせてる。じゃあ次は、イエローバックスさんが、お互いのラッパーに対しての印象を語る。まずは、じゃあレオンの印象から。レオンはやっぱりその俺の前の優勝で、普通にその時俺20、ラップスターの22とか23なんで、いい意味でも悪い意味でもちょっと尖ってたんで、ラッパーとして。でもすごいこいつはかっこいいなって思える人、しかも年下だし結構年離れてるし、いい感じでラップうめえな。嬉しいです。アクロさんは、アクロさんは、アクロさんはでもめっちゃ聞いてたっす俺。本当にめっちゃ聞いてました、高校の時めっちゃ聞いてました。そうなんで、周りとかも結構聞いてたんで、めっちゃ頭いいイメージっすね。すごいスマートで、なんか何でもやっちゃうみたいな、一から全部作れるみたいな、そういう器用なね、器用な、動画も自分でやってるもんね。そうっすね、すごい。なんか、あの時、そう、なんていうんですかね、このバイリンガルの英語も結構バンバン入れていく感じが、もう、なんていうんですかね、俺の中でこう、最初のポンって人っていうイメージ。そうね、そうね、こうなんか、超新鮮あらあるみたいな感じで、マンハッタンの人に紹介してもらって、で聞いたら、ラップ、うまっ！で、それまでのね、あの、その、バイリンガルラッパーって、ちょっとなんか変な癖がありすぎて、ちょっとキモいみたいな印象があったもんね、ちょっと。なるほど。
ここ英語で変ななんかわざとさ、はいはい、超なんかテロッとした英語の言い回ししなくてよくないみたいな、まだそうすごいあったんだけどこれで出て聞いてすげえなと思ってたら、あのライムスターの歌丸さんが、これがそのバイリンガルラッパーというよりは英語を混ぜた日本語ラップの完成形だったって大絶賛してて、はいはい、そう同感ですって。でも俺のアキロの第一印象はそれで、はいはい、でレオンはもうだからラップスター誕生の、リハーサル、はい、でもその前にほら高校生ラップ選手権があれでしたし、あれで映像でもう俺見てたから、はい、ラップうめえなこいつって言って来た時は本物だと思って本物だ、こうやって出てた子だって絶対この子勝つわって大事だったよね。で、バックスもその時のね、リハーサルで、そうですね、超バックスだけがぶっちぎりで b ボーイだったから、ちゃんと本当に格好もそうだし、あ、まあ、そのヒップホップに対する IQ、 まあそうですね、あのラップだけが上手い子とか、はいはいはい、ラップだけが好きな子っていうのは結構いっぱいいるのよ。確かに、あのファイナルに出てくる子の中でも、はいはい、でバックスは超 b ボーイだなと思って。じゃあ最後アクロさんがね、そうですね、2人にね、あ、そうですね、ちょっと気になるところです。同業者の先輩からのさ、あの印象、最初はやっぱレオンが出てきた時はなんか高校生ラップ選手権で勝ってるんで、その時にもうすでに印象良くて、高校生ラップ選手権の時初めて馬みたいな、あのテクニカルなやつ現れたみたいな、まあ、どういう感じに進化するのかなと思ったら、そのなんか本当にテクニック磨いていく系で、はい、それって超レアだからすごい貴重だし、はい、それめっちゃ熱いなと思って、それこそ本当にこれどうやってやるのと俺でもマジで思う感じの好きだから、それマジ半端ねえなと思って、いい感じに進化してるなとは思ってるですね、はいはい、でイエローバックスはなんか本当にブランディングもそうだし、なんか自分がただ単に自分のラップやべえぞってことだけじゃなくて、なんか自分のクルーもそうだし、自分のムーブメントとしてこう全然違う、なんか他の人と考えてることが違うというか、もっと目指してるものがステージが違うというか、その感じが伝わってて見てて面白いし、それがなんかかっこよさとして俺的にはすごい響いてて、なんかこれがあのかっこよさなんだよっていうことを毎回教え直してやるよみたいな感じは伝わってて、でそれが本当にムーブメントとして大きくなっていく姿って本当にそれこそラップスター感があるから、うん、いいなと思うし、単純にそれがかっこいいからすごい説得力あるっていうか、次は一気にあの軽い質問ですよ、軽い質問最近どんな音楽にハマっていますか？音楽っていう意味だと俺はね、なんか知らないけど去年、一昨年ぐらいからいきなりレゲトンブームが来てて、もっと前から言ってたじゃん、まあ、言ってたけど、でもガチでなんか2つなんかレゲトン聴くことが多いみたいな。レゲトンだったら誰が好き？今はバッドバニーアルバム出したんだけど、めちゃくちゃかっこよく最高だよね、やっぱりあのアルバム、なんかレゲトンってさ、なんとなくさ、ダディヤンキーみたいなイメージ、はい、それも全然かっこいいんだけど、だけどそれはマジでその洗練されてるっていうか、クールになってってんのね、かっこいいよね。でそのバッドバニーのアルバムは今もマジで頂点で、でなんかヒップホップじゃないんだけど、まあ、ヒップホップの要素で、その人たちのルーツが入ってるわけよ、そうです、現代音楽に。でそれを通ってそれをただ単に混ぜてるだけだから、俺らで言うとさ、俺らがなんか琴の音入れるとかそういう文化的なことをやるとかので面白いねって思われて終わりなところをさらに突き進んでそれをマジでかっこよくしてるみたいな、文化的に。でそれってなんか自分たちのルーツも大切にしながら、そのめちゃくちゃかっこいいヒップホップっていう要素とかも組み込んでいくみたいな感じで、今レゲトン仕上がってる説みたいなあって、めっちゃ聴いてる、かっこいい、レゲトンいいですね。レオンは相変わらずの部分はあるんですけど、やっぱりマイアミのヒップホップはもうずっと聴いてるんですけど、あ、そう、あとでも最近今のハウス、コンタクトとか行って、あ、コンタクトとか行くの？そう、結構それで嫌
んないから、そうですね、ちょっと、いやもう言葉なしで、全世界共通じゃないですか、音は。もう永遠に踊ってられるです。俺ですか？最近何も聞いてないっす。何も聞いてない。耳が疲れる。いや、もうなんかわかんないっす。何も聞いてないんだ。何も聞いてないっていうか、誰かの新しい曲聞いても、なんか何も思わなくなっちゃった。まあまあまあ。ストリーミング時代はそうさせてる、そうわかるっす、なんか曲を軽くさせてすぎて流してしまいますよね。じゃあなんか誰かがバーンなんか出しました、出されてる、でかっこいいけど、かっこいいけどなんか、なんか1週間後には聴いてないみたいな。そう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 ね、結局、結局聴いてるの自分。